ああ、太りてぇな、もう少し。なんだってー、はぁ。あんた今太りたいと？それは言ったけど、お前はどっから登場してんだよ、鳥類か。鳥さんは好きよ、私。今の話の流れで飛べないダチョウ選ぶんじゃねえわ。それにしてもあんた、全国痩せたい女子は5万といれど、太りたいはなかなかレアものよ、あんた。オーラが常人とは違うわよ。キメラアントに狙われそうな表現の仕方やめていただいても？あ、ごめんなさいね、ハンターハンター知らない人には1ミリも通じないネタで。何よあんた、将来の夢がお相撲さんにでもなったか？魔法使いのお相撲さんにでも、なるつもりなのかい？斬新すぎんだろ魔法使いのお相撲さん。違うよ、もうすぐお正月だろ、お年玉だろ。いや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 、太りたい？お年玉？余計意味不明なんでございますが。まあそうだよな。うん、霊夢が意味不明なのも納得。だってうちのおじさんが、マジで意味不明なんだもの。おじさん、ちょっとあんた、私にもわかるように詳しく簡潔に手短に、でもリアリティも出しながら面白く説明してちょうだいよ。注文が多いんじゃ。まあ親戚にさ、気前の良い金持ちのおじさんがいまして。気前の良い金持ち親戚おじさんとか、全国の子供たちが何よりも欲しい存在じゃねえか。まあな。でな、そのおじさんなんだが。おじさん、明けまして。おめでとうございます。はい、おめっとさんおめっとさん。遠いところまでよく来てくれたね。それにしても、妹の豊姫ちゃんめっちゃ大きくなったな君。マジであんた、でかくなりすぎでしょ。1歳差とはいえ、私のが年上なのに。いやー、成長期ってやつ、なんだか食欲が止まらなくって、気づいたらこんなになっていました。素晴らしい。子供はいっぱい遊んでいっぱい食べて、いっぱい寝て、大きく元気に成長するのが仕事。ですよねー。お姉ちゃんも妹に負けてられんな。はぁ。つかぬこと大きくが妹豊姫ちゃん、今何キロになったのかな？確か 5.3 キロです。どうでもいい豆知識ですが、成人の頭部の重さは、体重の 10% が目安らしい。体重50キロなら頭部は5キロ。おぉ、5キロも言ってたか。素晴らしい。それで、マリサお姉ちゃんの方は？確か 3.6 キロとかだったかと思いますが。あらあら、お姉ちゃんはもっと食べないとだな。そうっすね。それじゃあお年玉をあげましょう。待ってましたー。ありがとうございまーす。パンパカパーン。手5万も入ってたー。いいんすかこんなにー。あれ、私、3万、十分嬉しいんだけども。お姉ちゃん3万、妹5万、あれれ？豊姫ちゃんは体重、5キロ台だったから5万。ほげぇ。マリサちゃんは3キロ台だったから3万にしてみました。ぐへへへへ。何その斬新すぎるお年玉制度。ってことは来年、10キロだったら10万でございますか？かもしれんな。じゃ、2023年は運動やめてひたすら食べようと。おいこら妹、それはすくすく成長どころかただただ健康に悪影響だ、やめなさい。こんなお年玉は嫌だ。体重によって決まる。金額。ってわけでさ、謎だろひどいだろ、体重でお年玉決まるんだぜ。私、現在 3.8 キロだからさ、4キロ台に太りたいなって。事情ってか理由はわかったんだけどさ、マリサちゃん。なんだ？まずそのおじさんだけで3万、確保だったわけよね。あ、そうだが、妹は5万だがな。で当然、パパママジジババ、その他親戚からももらったのよね。うん、そうだけど。それで合計いくらだったのかな？確か8万ぐらい。なめんじゃねえぞ貴様、私なんか全部合わせて1万6000円だと。何が3キロ台で3万ちいんじゃボケがー、もう親戚多いこらやまー。なんかすいませーん。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。